斎藤文彦は、日本の編集者、ライター、コラムニスト、構成作家、プロレス評論家、プロレス解説者、大学講師。専門研究領域は、スポーツ社会学、サブカルチャー論、メディア文化論。妻は、精神科医の加山理香。東京都杉並区生まれ。アメリカ合衆国ミネソタ州のオーガスバーグ、大学教養学部卒。 早稲田大学大学院スポーツ科学、学術院スポーツ科学研究科修士課程修了。筑波大学大学院人間総合科学、研究科体育科学専攻博士後期、家庭満期大学。専修大学、国士館大学、手塚山学院大学、大正大学などで非常勤講師、兼任講師として教壇に立つ。ニックネームは、文み斎藤である。 WWE がまだ WWF 名義だった頃から日本語版のビデオを監修していた。ドイソーアナウンサーとのコンビによるプロレス実況はドイフミ解説と呼ばれ人気を博した。WCW ビデオシリーズ、ECW 中継などアメリカの団体の日本語版の解説も務めた。レッスルマニアには毎年欠かさず現地取材に行っている。海外への観戦ツアー。 ボディスラムサーキット人の役目も務めた。サブウ、ショーン・ウォルトマン、レジー・ベネット、ジョン・ローリネーティスなど、記者という立場を超えて、友人関係にある選手も多い。大阪にて不定期開催のトークイベント、斉藤文彦とプロレスを語る夜に出演。猫6匹犬ン1匹を飼っている。2011年に、週刊プロレス連載コラム、ボーイズは、ボーイズが、 前身である USA プロレスリングコラムから数えて1000回を突破する。同時に2011年はプロレス記者生活を始めて30周年の年でもあった。2012年度末早稲田大学大学院スポーツ科学研究科での研究などをもとにプロレスの社会学的考察、スポーツと文明化、興奮の探求より、と題する修士論文を執筆。 提出及び試験の合格などにより、修士の学位を得る。2014年5月には、髪の毛ボリューム30にて、そうだったのか。学べるアメリカンプロレスシンス 1850S と大した対談が掲載される。週刊プロレスの連載コラム、ボーイズは、ボーイズの突然の終了に関しては、2014年7月30日のニコニコ生放送に、 斉藤自身が出演して、見解を話した。佐藤編集長から、僕に対する態度が無礼だからという理由で、年内一杯での打ち切りを通告されるが、その状態で5ヶ月続けたくないので、その場でシュープロを辞めたとのことであった。ボーイズは、ボーイズは、USA プロレスリングコラムから通算して1173回、続く連載であった。 週刊プロレスにおけるコラム連載終了後は、2014年8月5日から、日刊 SPA にて、文み斎藤のプロレス講座の連載が開始。2014年9月9日に、復刊の第1号、ゴングデモを連載開始。2015年、週刊ポスト5月22日号からは、我が青春のプロレスババと初期の50年選挙を連載開始。2016年、 プロレス格闘のウェブマガジン、ドラオープキックで、月1のインタビュー、斉藤文彦インターベス連載開始。2017年4月より、スポーツ専門動画配信のダゾーンで、WWE マンデーナイト RAW と、スマックダウンライブのライブストリーミング配信の2本、5番解説、同時通訳。ありがとうございます。